チャオ、あっちゃんです。今日あっちゃんの晩ご飯動画やねんけど、ありません、ごめんなさい。昨日ちょっとね、頭痛がひどくて、で晩ご飯あっちゃん食べへんかったんね。だからないからね、今日ちょっとね、一緒にゆで卵を食べながらね、晩ご飯を一緒にね食べましょう。はい、ということで、昨日ね、夕方、何時？夕方ってまあ3時、4時ぐらいまではまあまあ大丈夫やってんけど、5時過ぎぐらいがちょっとね、なんかちょっと嫌な感じがしてたんね。で、ね、5時半ぐらいかな、まあご飯作ろうかなと思った時に、すごい頭痛がしてきて、一応ね、ご飯は炊いたんね。仕掛けたね。で、まあね、頭痛薬飲んで横になっとったら治るやろうなと思ってゆっくりしてたん。5時過ぎぐらいから一向に治らへんかって、で6時半ちゃう、7時前ぐらいか、あともう激痛で、もうね、ほんとね、救急車呼んでもらおうかなっていうぐらい頭痛かった。いただきます。いや、もうまあでもね、なんだろう、気圧低下の緊張性頭痛の症状やね、症状は。中じゃなく、外のこの、ここの皮脂から肩にかけて、肩こりみたいな、この症状、首がね、ガチガチに固まんねんね。その症状やから、なるやろなと思って、気圧低下とは分かっててんけど、あんまりもひどかったよね。頭痛になりっぱなしやってん。頭痛が気圧低下しますって。で、天気予報見たら今日ね、6月の6日7日8日9日30日とね、雨やねんね、週間天気予報ずっと。まあようやく梅雨が来たかなみたいな。今日はだ、今ね、朝やねんけど、朝って、6月の26日の朝のね、9時50分ぐらいなのかな。9時50分ちょい過ぎただけね。やねんけど、ちょっと朝ごはんすぐあって、朝ごはんでこれ食べんね。朝ごはんで今、パンと卵を食べることにしてんねんね。で、昨日は卵サンドで、今日は卵入れた卵のまま食べようと思って持ってきたんだけど、ほやほや、昨日晩ご飯なかったから、みんなにお話動画を撮ろうと思って、で、これだけ残したった。で、まあ、お話動画をね、撮りながらやねんけど、で、今もね、全く治ったかった、そうじゃないねん。普通はすんねん。頭痛ってか、首、こっからがすごく凝ってね、まだ首がパンパンに張ってんねん、この辺がね。この肩、ここが痛いねん。それでね、昨日まあ5時半ぐらいにお米を研いだんね。一応研いで、仕掛けたん。で、晩ご飯に子供に何食べたいって言ったら、何でもいいって言うから、まあ冷蔵庫見たら、鶏肉とお肉があったんね。お肉って豚肉があったんで、豚肉の、ちょっとね、とんかつにしたら薄く。豚肉の、そういう薄切りじゃない、なんていうのやろ、生姜焼き用のお肉みたいなやつ、あれを買ったって、それをね、トンテキにした。はっきり覚えてないわって、ほんまにもうフラフラしながら作った。だからもう多分動画にしたらあかんやろのレベルやったんね。喋られへんし、頭痛いし、もう早く作ってしまいたいしって、まだまだバクバクだね、首。それぐらい辛かったん、昨日ね。で、まあ要は、豚さん焼いて、砂糖ちょっと、みりん、お酒、醤油で、じゃーっと炒めて。で、要は生姜焼きから生姜抜いたみたいなやつ。で、それでね、トンテキの、ほんまはニンニクとか入れるんだけど、ニンニクなしで、じゃーっと炒めたね。まあまあ、こういう風やった。美味しかったら言ったけど、もうだけ食べられへんかった昨
なんか昨日は炭水化物じゃなく晩ご飯抜きダイエットって今日はだから体重計乗ったらね 59.8 やった。下がっとらへんがなみたいな。で、ごちそうさま、おいしかった。あの、こんなこんなでね、昨日はほんまに動画も撮られなかった。で、予定ではその後、お風呂ライブをしようか、ゲームライブをしようか、なんかライブしようと思ってて、もう全然辛くて、できへんかった。で、ね、ここ数日ね、あの、髪の毛の質を良くしようと思って、髪の毛だんだん傷んできてるし、ハニーチェっていうシャンプーに変えてんけど、それで変えてからだんだんひどくなってきてるから、エンドハニー残ってるやつに戻したらよかったんね。で、買ってきて。で、この前、週末ぐらいから、毎日お風呂でエンドハニー使ってんだよね。ほんならね、髪の毛の質がちょっと良くなってる気がして、まだ言っても1週間経ってないんで、金曜、土曜、日曜、月曜、火曜、5回、昨日入れて5回でね。で、今日、まあまあ髪の毛ね、いい感じ。もちろんね、先っちょの毛先のバサつきは仕方ないとしてもね、かなりね、まあここはちょっとね、先っちょここは切らなあかんのかやけど、でも、この辺のサラサラ感いいでしょ。ね、昨日ちょっとね、動画撮った時うざかったから前髪切ってん自分ね。な感じでね、なんかそんな感じで、お風呂だけ入って、頭痛いから冷たい水をね、かけたら、冷たいし、熱い湯かけたら頭痛がすごいから、ちょっとね、ぬるいお湯を首のところにジューってかけて、で肩からね、ちょっとほんのりゆるく温めたんね。ほんま使ったんだけども、浴槽使ったら多分頭痛で死んでまうやろと思って、こう体ギュってね、水圧ってすごいから、水圧でね、心臓ポンプがきつくなるから、心筋梗塞になったりとか、お風呂でね、心筋梗塞になったり脳出血する人っていうのはね、血管が緩んだり、暑さでこう膨張したり拡張したり、そんなんもあるらしいね。でそんなんもあるかなと思って、もうお風呂やめたん昨日は。でシャワーで首のとこジューッてゆっくりゆっくりぬるい湯でね、かけて流して温めて、ほんで寝たんね。9時ぐらいに寝たんちゃうかな、9時、9時前かそれぐらいに横になって、もうでうとうとして、昨日ほんま早んとかもねえけど、豚さん焼いて、なんかね、なんか自分の中で頭がすごい豚さんの焼いた匂いがした感じがする。それも嫌やったんと、やっぱり毎日エンドハニー使ったらどうなるかなっていうのを今試しとんだけど、今まあ5日目やねんけどね、こんな感じで。もちろんこうやって広がるのは治らへんよ、木石器やから。これは宿毛矯正が取れてるからね、でもこれが、ね、今のあっちゃんのこんな感じね。でもちょっと戻ってない、前の、宿毛が出た後のね、すぐ後の皿紙じゃないけど、ちょっと癖っ気は出てってるけど、髪す戻ってない、よくええ感じの、こうやって指通した時にすごいええ感じがすんのよ。それもね、やっぱシャンプーってすごい大事なんやなって思って。まあ他のメーカーもね、試したかってんけど、やっぱ怖かって、エンドハニーにしたんやけど、エンドハニー良かったからね、戻したらええわって思って。卵のカレーまあそんなこんなでね、昨日は晩ご飯が食べられへんかって、みんなと一緒にね、こう動画を見ながら食べてもらって、まあ晩ご飯はそんな大事じゃないんでね、あんまり食べないようにね、晩ご飯はさらっと軽くでいいんで、朝昼をちゃんと食べることです。はい。でダイエットもね、無理に過度なダイエットはやめましょう。あっちゃんもね、炭水化物ダイエット、夜だけ炭水化物ダイエットやったんだけど、みんな結構いろいろ突っ込んでるけど、毎日あっちゃんは抜かないね。適当でいいね、はっきりこんなもん、毎日毎日、まあもちろん抜いてね、集中して短期でやるのもありやとは思うんやけど、ほんま時間かけてね、下腹を落とす、要は下腹にね、力を入れる。あっちゃんダイエットね、またやり方がちょっとね、みんなのね、多分思ってるダイエットとやり方違うね。下腹に力を入れて、ちょっとね、いつもやれたらいいんだけど忘れるからね、ちょっとこう思い出した時だけども、下腹に力入れて、こう
キュッて痩せたお姉さんのこうくびれを想像しながらね、そんなくびれになるぞーってこう腰に言い聞かせながら腹筋に力を入れるのよ。これだけでもね、筋肉痛になるね、翌日。それぐらい筋肉って使うからね、キュッてこうちょっとこう力入れて、で朝は好きなだけ食べます。あっちもパン好きだからパンがついて食べます。チーズがついて食べます。で昼は料亭厚み、リストランテあっちゃんって適当に食べます。で夜はあっちゃん子供がね喜ぶようにお肉とかねお魚とかいろんなものを腕を振るいます。でも夜だけ炭水化物を抜く日を作んねんね。毎日じゃない、ね、朝昼はがっつり炭水化物食べんねん。でおやつ食べんねん。で食後のデザートもあんまり遅くならん程度に食べんねん。それで何をすんのか言ったら夜の炭水化物を抜くだけ、うん、それも毎日じゃなくね、それだけでもね落とせる。多分毎日抜いたらね1ヶ月で 4、5キロぐらい落ちたはずやね。もう落としすぎても急激に落とすとね足しゃもになるからねせえへんね。それと今ちょっと始めたらね、一食一卵、朝昼晩卵、ゆで卵を食べる。昨日は夜食べへんだけどね、ゆで卵を食べる。ほんま一食に2個とかええねんけど、らしいんだけど2個も食べられへんからもったいないしねそんなまでね、片ゆで卵を作っとんねん。もうまたなくなるからね、子供も食べるからなくなるから、まだ卵買いに行かなあかんねんけどもね。だから1食1ゆで卵と、夜だけ炭水化物抜きダイエット。食べるもん増えとるかなと思うでしょ。卵増えとるでしょ。いいね。卵は消化カロリーと摂取カロリーとバランス取ったら、消化カロリーの方が高いんやって。片ゆでは、で片ゆでじゃなくゆるゆる卵半熟とかはエネルギー吸収がいいから、ちょっと疲れた時、まあ、言うたら食べるエナジードリンクみたいなもんで、ね、吸収が早いしいいんやって。胃にも優しいし、ただ太るだから片ゆでにすんでやっちゃう。で片ゆでは消化悪いから、まあ、体に良くないとか胃に良くないとかよく言われてるぐらい、うん、っていうことは消化するのに摂取カロリーが高くなる、高い痩せるのか。でもゆで卵、ゆで卵じゃ、片ゆで卵と半熟卵の、栄養価の変わり違いはないらしいね。ただ消化率だけで、やったら何でもいいやんと思うやん。スクランブルエッグでも目玉焼きでも、オムレツでもいいやんと思うやん。ちゃうねん、油入れたりせずに、でフライパンで熱を入れすぎるんじゃなく、殻の中でゆっくりゆっくり温めていく方法。ゆで卵っていうのが栄養素が逃げへんねって。油で炒めたりすると栄養素逃げるんやって。だからあっちゃんはゆで卵をね1日1食1個食べるのをねちょっと続けてみようと思ってね、うん、これもまあどっちが効くんかわからへんけどね、両方とでね今 59.8kg でした、うん、これ今朝測ってんけどね、昨日具合が出番食べへんかったから減ってるやろってワクワクと思って乗ったら 59.8kg やった変わらへんのかみたいなまあうんこしてないからでもね、うんこしたらね、もうちょっと減ると思うんだけどいやお魚最近ね、まあ、土日に食べたけど毎日ちょっと今食べてないでしょ。だからかもわからないけどね、お通じがね微妙やねんけどもね、うん、だからうんこが、ね、よく出るやったね毎日ね。この前ね多分ねこれ1キロか2キロは減ったやろってぐらいうんこ出た日があってなんごめん忘れた、これ晩ご飯動画やった、ごめんはい、もう言わんときましょう、あんまりね、まあ、美味しくいただいて美味しく体の中を通しましょうって、通して出しましょうっていう話でした。まあ今日はねちょっとねあっちゃんもねなんか頭が痛かったのと昨日の寝不足かなんか頭が回らへんのよ正直ね。だからちょっとぼーっとしてんねんけどもね、焦点持てへんでしょ、気にしないでください。ちょっと寝不足かも分からへんね、まあ、こんなこんなでねちょっと早く目を覚まし、もう起きてからねだいぶ時間経つねんで、1、2、3、4時間ちょもう5時間弱経つねんけど、5時間も経つか、5時ちょい過ぎに起きてん、6時、7時、8時、9時4時間ちょいや、5時間経ってんぐらい、まあ5時間弱ぐらい経ってんねんけどね、未だに目が覚めへん。あっちゃんです。まあ、春はあけぼのって言ってね、あけぼのはね、相撲取りからプロレスラーになってんけど、さっぱり、プロレスか K1 出てんけど、さっぱり、ダメやったと。
いや、そんなんどうでもいいね。まあね、念舞台ねんけど、頑張って、楽しく一日を過ごしたいと思います。はい。ということで、この動画はね、今日26日、6月26日の夜に上がるのに、さあ、一日元気にしましょうとおかしいんだけど、あっちゃんは26日の朝なんです。はい。ということで、まあね、この後の動画は、何が出るかわからないねんけどもね、この後動画があるかないか、それもわからへんねんけど、まあ、6月も残り少ないけど、いろいろ楽しいことしましょう。では、またね、バイバイ。今日のあっちゃんの晩ご飯の代替え、ゆで卵を食べながらトーク動画良かったよと思ってくれたら、高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。では、またね、バイバイ。